DFS-230DFS-230 は8人の完全武装兵士とその装備を輸送することができる軍用グライダーである。第二次世界大戦におけるドイツ空軍の空挺作戦に投入された。ドイツ核空機研究所のハンス・ヤコブスを中心にイギリスのゼネラルエアクラフトホットスパーグライダーを参考に開発された。 1936年10月に最初のモックアップ、翌1937年にプロトタイプが完成し、ハンナライチュによる試験飛行の後、生産が開始された。これが DFS230A-1 である。本機の胴体は正方形断面の交換ハフバリ、主翼は翼端が丸いテーパー翼で、前面は合半仕上げ、後部はハフバリである。 車輪は離陸後に切り離され、着陸は木製のソリで行われた。最初の実戦参加は1941年5月10日に実施されたベルギー軍のエヴァンエーマール要塞攻略戦である。7機の本機に分乗した突撃工兵はエンジン音もなく要塞を吸収し大きな抵抗を受けることなく要塞を占領することに成功した。ドイツ軍による この種の空挺作戦の最大のものは、翌1942年5月20日から実施された、イギリス軍の防衛するクレタ島の攻略である。落下山降下、グライダー降下及び船舶による敵前強行上陸を組み合わせた攻略作戦は成功したものの、ドイツ軍の精鋭部隊である降下両兵が大きな損害を被ったため、以後二度と、 この種の大規模な空挺作戦が行われることはなかった。DFS-230A-1 に続く DFS-230B-1 では着陸距離を短縮するためのドラッグシュートと防御兵器が追加された。本機はアフリカ戦線や東部戦線で補給物資の輸送にも使われたが、最も有名な作戦はイタリアア・アブルッツォ州のグランサッソの山頂に所在する。 ホテルに軟禁されていたムッソリーニの救出である。この作戦では山頂の狭い場所に着陸するために胴体全部に3個の逆噴射ロケットを追加装備した DFS230C-1 が12機使用された。最終的に1500機以上が豪多車両製造で製造された。栄光機は主にユンカース52、3メートルあるいはドルニエドゥ17。 ハインケル HE111 メッサーシミットボーイフレンド110が使用された。演習で使用される DFS230 DFS230 出典、英語版記事より、初言性能。ありがとうございます。